先生来てるかな。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと今日打ち合わせでちょっと来ていただいたんですけど、うん、なんか概要ってマネージャーとかから聞いてます？いやー、ついに彼女はその私の才能に気づいてしまったね。あ、才能？でもちゃんとあれですね、あの角川さんのロゴの隣に立とうとするあたりとかってなんかちょっと画面慣れしてきましたね、先生。いい感じですよ。いいですよ、私もだいたい YouTube になってきた。今回でもさすがに角川さんからのお声掛けいただいて、さすがにこれちょっとリーダー的にいいとこ見せれるんじゃないですか。リーダーに就任してからの一発目だからね、なかなかいいと思うんでね、うん、前のリーダーと大違いかもしれないですね。そうですね、あいつ何もしなかったからね。でもあいつ分かりましたよ。え、もう分かりました、あいつ。あの動画以降。そう、分かりました。いや、そう。なんであいつ今フリーなんですよ。いや、別に言わないよ。あ、そっかそっか。別に嫌だよ。そっかそっかそっか。まあちょっとね、角川さんのところで打ち合わせなんで行きましょうか。うん、はい。いや、行きましょう行きましょう。なんでしょうね。なんだろう、マジで。伝説が。うん。開かないで。あ、開いた開いた開いた。行きましょう行きましょう。緊張してるみたいだよ。はいはいはい、行きますか。はい、失礼するよ。引くだけだったね。はい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 、はい、じゃあ、はい、今日ちょっとお打ち合わせなんすけど、どうしたんすか先生。え、別にいつも通りだが。そうっすか、さっきまでとちょっと。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なるほど、なるほど、はいはいはい。今回、何書くんでしたっけ、先生書かせていただくっていうことなんですけど。そうです、コンプティークのですね。コンプティーク読んでましたよ、めっちゃ。あ、本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます。23年12月号、11月10日の発売ですね、はい、の表紙を担当していただきたいなと思います。表紙？表紙のイラストですか？はい。本当ですか？はい。漫画家としても活動されていて、最近ですね、あのアイドルとかの。ファンアートとかはい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 、前目からその画力の方を見てみて、画力の方見ててご覧になってたんですか。やっていただければなと思ってちょっとお越しいただきました。ありがとうございます。態度が違うですね。態度が違うですね。さっきまでどうやってたのに。いや、ちょっと黙ってなさい。で、どんな感じ のイラストを描けばいいんでしょうか。ですね、これがあのコラボイラストという形になるんですけども、コラボ、はい、でもマロン先生とコラボできる人ってそんなに多分そんなに画力ないんで。君言いづらいこと言うなよ。いや、すごい特徴的な、はい、あのイラストなのでなかなかこう嫌がる人も多い。コンプティークさんの、はい、まあ、一応あれ40周年とかですね。そうですね、今年のちょうどその12月号で、はいはい、40周年記念号、大事な表紙を、はい、大事な表紙がマロンティーヌ先生ですか。はい、ギャラキュアボーイズさんの結成にも深く関わっているということで、はい、ラッキースターの吉水鏡先生とのコラボイラストをご提案させていただきたいなと。まさ、鏡先生ですね。吉水鏡先生、はい、ラッキースターの、そうです、ラッキースターの吉水鏡先生でございます。回っちゃった。だからカメラ回してたんですね、もうね。いや、あれ40周年の表紙を書くってとこでもうすでにリアリティないですからね。ちょっとそこでさらにコラボってもうちょっとやりすぎですよ。さすがにやりすぎですよ。書けんのあんた。いや、書けるのとかじゃなくて、これドッキリですよ、これ。いつまで経ってもあの看板は上がんないですけど。ドッキリじゃない。ないです。ティール先生、これはドッキリじゃないです。マジ。はい。僕らの神様、ラキスタの創造主とともに表紙を飾っていただくという。あれ？おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いします。考えたな。ありがとうございます。受けていただいて本当ありがとうございます。いやあ、ありがとうございます。これやばいっすね。すごい複雑なというか、むちゃくちゃ嬉しいんですけど、はい、プレッシャーも一緒にドーンってきたんですよ、今。同時にドーンってきたんですよ。やばいっすね、はい、コンプティークで育ってきたものだったので、ちょっと待って、ティーヌ先生になくなっちゃってますよ。あれ、まあ、マロンさんになってますよ、もう。うまっ。そう、
我は、うん、あの、本部で育ってきたものなり。そんなこと言ってんだろ。それゆえ、そんな喋り方していいの。それゆえ、この機会、とてもありがたく頂戴いたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よかったね。あったけ、手のひら。どうすか。ボクサーの試合前ってこんな感じなんだろう。いやでもマジであれだね、なんかリーダー動画にあるまじきガチモン来たね。今までなかったね、リーダー動画でこういう本当にあのガチな進展するやつでしょ、ね、そう。いやだから本当にちょっとね、今あの嬉しさと本当プレッシャーで今ねすごいすごい心境だった。まあ、言うてあなたもプロではあるものの、さすがに歴史ちゃう違うでしょ。だってね、そうですね、ラキスタだって20周年でしょ。いやそうなんですよ、20周年やって、で今もなお愛され続いてるプロの人と、まあ僕らはね、見てたからね。そうそうそう。どう先生、あのね、しかもコンプも40周年じゃないですか。ああ、すごい、本当にすごい記念すべき一冊に、ああ、こんな画力もないあれ気にしてんの？一人は気にしてるから経歴も、まあ、経歴はねそんなにないし、うん、ね、今連載してるものに一個もないし、うん、そんな僕が一緒に肩を並べるということでね、とても緊張しております。いやさすがにティーネ先生の人生で連載とかはさ、ほらするかもしれないけどさ、大御所と言われる神様の一人と表紙、しかも雑誌の顔、40周年、ああ耐えられるかな。やばいけど、いろんな世界線があったとして、はい、もう一度タイムリープをしたとしても同じ世界線を迎えると。あ、何言ってるか分かんないですけどちょっと分かんないですけど、うん、いろいろやってきたけど、ここにたどり着けたことが僕は奇跡だと思ってるので、ちょっと全力を尽くしたいなと思っております。まじもになっちゃってるじゃん。ティーヌってなんだっけな。まあでもこの動画で出て来月にはその表紙が書店に並ぶということでね、ちょっと頑張るんで、ぜひぜひね来月を皆さんお楽しみにしてほしいなと僕も思ってます。これあの本当にプレッシャー与えるつもりなんですけど、ちゃんとしてくださいね。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。せいガチガチガチありがち、オタクにありがち、推しのためなら手段を選ばず命を削ってガチャ回す、はあつらい、あーしんどい、オタクをやるのも楽じゃない、ガチガチガチありがち、オタクにありがち。